く晴れた天気になりました。甲子園球場からお伝えしてまいります。セ・リーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの6回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。さあ西さん、今日のタイガース、どのあたりに注目されてますか？そうですね、やはり打線ですよね、はい、相手は苦しくなっても表情に出るようなピッチャーではないですから、つなぐ意識を徹底して打席に入ってもらいたいです。そしてバッターボックスには中島が入っています。ここは気をつけたい打順ですよ。さあ、アウトカウントが1つ増えましたが、得点圏にはランナーが残っています。まあ、このままの点差で回を終われるように引き続き集中してほしいですね。なるほど、そうですね。インコースまっすぐ、小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球？抜けた、セカンドランナー帰れば同点、左中間へのヒット、これで4試合連続安打。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。完璧に捉えられてましたよね。ここは確実に目を積んでいきたいですね。さあ、この場面でバッターボックスには8番の日屋敷が入っています。ファウルです。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。ファウルボールです。ノーボール2ストライクです。あっと、そらしている。サードランナーはボールを拾って二塁へ送球。次は今のボールと同じコースにストレート回りだと思いますね。なるほど。まあ、ここはストライクからボールになるスプリットで空振りを取りたいですね。左へ持っていった、左に切れてファウル。ここは中間守備ですね。まあ、バックホームとセカンドで、このピンチ空振り三振に切って、先発の笠原が打席に入ります。ベンチはまだ彼でいくということなんでしょうね。そうですね。さあ、一打逆転という場面を迎えています。落としてきた、しかしバットは止まっています。決まった、低めいっぱい、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ、どのように料理していくか。ファウルです。落としてきましたが、これは外れます。ここは投げ勝ちました。ジャイアンツの追撃を許しません。さあ、そして打席には中島が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、なおもピンチの場面。まあ、ここでリードを守ることが重要になってきますから、踏ん張りどころでしょうね。なるほど、そうですよね。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか？打ちました。これは上がりすぎたか。ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。なんとか同点のピンチをしのぎました。先ほどのシーン、さあ、タイガース少しのチャンスを迎えています。この場面を生かせるかどうかで流れが変わってくるんじゃないでしょうかね。なるほど、そうですね。まあ、また今日彼は当たっていますんでね。ここは勝負を避けました。この敬遠でランナーへ。セカンド掴んでスリーアウト。勝ち越すことはできませんでした。先ほどのシーン、リプレイでご覧いただいております。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました。痛烈な打球、伸びていく、どうだ、入った、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。タイガース追加点を許します。7対5。ここで一発を浴びてしまいました。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。最終回、なんとも痛い失点となります。
6番福留、ツーアウトランナー1塁です。打ちました。これはどうだ。一塁送球、これで3アウト、試合終了になりました。タイガース痛い敗戦となってしまいました。西さん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったジャイアンツ、接戦をものにしました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガース敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。